皆さんこんにちは。お笑いタレントやす子が毎年恒例の日本テレビ系24時間テレビ47都内の企画、全国の児童養護施設に募金マラソンでチャリティーランナーを務めることが分かった。16日都内の同局で行われた制作発表会見で発表された。やす子は会見で放映された VTR 内でテレビでほとんど行ったことはなかったのですが、実は高校生の頃児童養護施設にお世話になっていた時期があります。当時は経済的に進学も諦めなければならない状況でしたと告白。2歳で両親が離婚し、母が働き詰めだったが経済的に厳しかったと説明した。会見では児童養護施設の出身で当時嬉しかったのが、クリスマスに企業からプレゼントが置かれたり、園の前に鉛筆が置かれていると、ちょっとでも自分を気にかけてくれる人たちがいることが嬉しかったと回想。全国の児童養護施設の人たちが楽しく明るく思えるようなマラソンになったらと思いますと意気込んだ。そんな安子の思いを受けた今年のチャリティーマラソンでは、33年目にして新たに目的別募金を開設する。マラソン児童養護施設募金のために走り、全額を全国600カ所以上の児童養護施設のために使う。安子は自分の住んでいた養護施設に恩返しができたらという気持ちから始まった募金ですと説明した。募金には同番組のホームページから参加できるほか、ランナーが走っている間画面に掲出される QR コードにアクセスすると募金専用ページに遷移する。なお、マラソン児童養護施設募金は放送開始直後から受付を開始し、キャッシュレス募金、クレジットカード決済、キャリア決済のみとなる。やす子は6月末から練習を開始、楽しく走っています。練習後のご飯が美味しいんですね。ちょっと減量しつつ頑張ろうという感じですと状況を報告した。走行距離は未定。またランナーの思いに賛同するチャリティー市民ランナーを募集する。参加者はチャリティーシャツを着用し、スタート会場からランナーと一緒に走り、チャリティーに参加する。参加資格はランナーの思いに賛同する高校生以上となり、伴走が必要な人は伴走者と共に参加する必要がある。8月31日午後7時以降スタート予定となり、走行距離は3から5キロメートルを予定し、1200人程度募集する。応募は同番組公式ホームページからできる。やす子は私と一緒に数キロ走ってくださるチャリティー市民ランナーを募集しています。ちょっとした同期でいいので一緒に走れたらと思います。その思いだけで救われる人がいるので思い出を作りたい、でも良いのでよろしくお願いしますと呼びかけた。24時間テレビ47は8月31日から9月1日にかけて東京両国国技館で開催する。今年のテーマは愛は地球を救うのか。羽鳥慎一アナウンサー、三浦あさみアナウンサー、上田晋也が総合司会を務め、24人の出演者がそれぞれの企画を担う。24人でつなぐ24時間テレビとなる。お笑いタレントやす子が毎年恒例の日本テレビ系24時間テレビ47都内の企画、全国の児童養護施設に募金マラソンでチャリティーランナーを務めることが分かった。16日都内の同局で行われた制作発表会見で発表された。安子は会見で放映された VTR 内でテレビでほとんど行ったことはなかったのですが、実は高校生の頃児童養護施設にお世話になっていた時期があります。当時は経済的に進学も低めなければならない状況でしたと告白。2歳で両親が離婚し、母が働き詰めだったが経済的に厳しかったと明かした。会見では当時児童養護施設にいましたって言った時に惹かれたり、タブーな存在になっていて言わなくなっていったんです。芸人になってからもぼかして自衛隊に入った理由を話していました。やす子が偽りで明るくやってると思われたり、かわいそうと思われたりすることを避けたくてと今まで口にしてこなかった理由を告白。パソコンが施設に1台しかなくて取り合ったり、テレビのチャンネル権も取り合ったりと足りないものも多く、友達と話が合わなかったり遊びに行くお金も当時はなかったと振り返った。
そして現状を知ってもらいたいと同時に、もっと注目していただき、児童養護施設にいる子どもたちが豊かになればなと、もっともっとその子たちが明るくなったらと思ったらいいなと思いますと願いを語り、8年前までは進学を諦めたりしなきゃいけない環境にいたんです。でも芸人になってみたかった景色が見られているので、どこの環境にいても大丈夫だとお伝えしたいですと力を込めた。そんな安子の思いを受けた今年のチャリティーマラソンでは、33年目にして新たに目的別募金を開設するマラソン児童養護施設募金のために走り、全額を全国600カ所以上の児童養護施設のために使う。安子は、自分も募金させていただきますし、ずっと募金していただけるよう長く走ろうと思いますと意気込んだ。会見後に行われた制作陣の囲み取材では、総合プロデューサー吉梨田剛氏が安子のオファー経緯について、ご一緒させていただく時の打ち合わせで、彼女安子の中で子ども食堂を作りたいという夢を聞いた時に、どう育ってきたのか話を聞いていました。彼女の夢が去年の段階から、24時間テレビで走りたい、子ども食堂を作る夢に近づきたいとおっしゃっていたので、今年のマラソンを変えたいという部分と合致することがあってお願いしましたと説明した。走行距離については未定。吉梨田氏は、年々気温も高くなってきて、安全に企画をやらないといけないので、同企画をサポートするランナーズウェルネスとともに、安心にお届けできるように距離数は決めずにスタートしていますとし、元自衛官ということもあって筋肉もあり、ポテンシャルは高いと聞いていますと期待。自分が長く走ればそれだけ思いを長く届けることができるので、彼女の望みとしては距離も長く時間も長めだと思っているのではないでしょうかと語った。24時間テレビ47は、8月31日から9月1日にかけて、東京両国国技館で開催する。今年のテーマは、愛は地球を救うのか。羽鳥慎一アナウンサー、三浦麻美アナウンサー、上田晋也が総合司会を務め、24人の出演者がそれぞれの企画を担う、24人でつなぐ24時間テレビとなる。安子さんのご両親は、安子さんが小さな頃に離婚、母子家庭で、母親は安子さんと妹を育てるために働き、家ではほとんど妹と二人きり、学校の給食が主な食事源で、余ったパンや牛乳を持ち帰って妹と分け合っていたそうです。母親の再婚や安子さんのいじめや交通事故など、家庭環境の悪化により児童養護施設での生活を送っていたそうです。施設生活は同年代の友達がおり、楽しい面もあったが、交通事故や学校でのいじめも経験、警府から暴力も受けていたそうです。社会に出るための準備ができていない状態で自衛隊に入隊したそうです。自衛隊での厳しい訓練と経験が、後の人生における目標達成への根性を育むことになったんだろうな。芸人になってからも、当初は家族にその職業を隠していたという安子さん、ずっとテレビに出てるよねって言われて、それ私じゃないよ、違うよって言ってたんですけど、観念して言いましたね、ああそうです、実はやってましたってと、ブレイクからしばらくは親に芸人になったことは隠していたという。観念したのは、地元のお祭りに営業で行ったら、一番前に母親が座っててという状況があったためで、その後に母親が裏の方に来て、芸人やってんだねって言われて、そうですってとカミングアウトすることになったそうだ。ちなみに現在は、応援してくれてますねとのこと。安子は、なんか嬉しいです、恩返しとかしたことなかったので、それが母親にとって新たなコミュニケーションとかになったりしてるみたいなんで、よかったみたいですと語った。お母さんとの複雑な関係がありながらも嬉しいという安子さん、言葉にできない葛藤があるんじゃないかな。恩返しという言葉に胸を打たれます。22年間会っていなかったお父さんからもテレビを見て連絡をくれたそうです。安子さんを通して家族が新しい形を作ろうとしているようですね。最後までご視聴いただきありがとうございました。何かございましたらコメントください。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回でお会いしましょう。